はい、皆さんこんにちは、渡辺です。本日はですね、大学 1,2 年生向けに、私が学部 1,2 年生だった時に読んだ数学書についてお話をしたいと思います。紹介する本のすべてを読んだわけではありません。部分的に読んだものもあります。で、逆に言うと、読んだ本すべてを挙げているわけでもありません。で、私自身ですね、もう20年前です、大学に入学したのが。ですのでかなり情報が古くて、より良い本がいっぱい出版されていると思いますので、必ずしもここで、挙げたものを読んでくださいというわけではありません。おすすめしていたと言ってそれを買うのではなくてですね、実際にご自身で図書館とか書店に行って、ぜひですね、自分で手に取って、見てもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、一番最初ですね。大学1年の時には、やはり微積分、あと線形代数、集合と位相などについて、まず最初に勉強するわけですよね。で、そうしますと、一番最初に私、解析系微積ですね。で、何を読もうかって言った時に友人に勧められたのがこの本で、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、高木定次先生の解析概論という本です。私が持ってるものはもっと違う見た目ですけれども、まあ、これを購入して頑張って読んでいたというのを覚えています。で、またですね、じゃあ線形代数何をやったかっていうと、その当時、私の周りでは主に2種類の本を読んでいる人がいました。一つはここに挙げている、東京大学出版から出版されているですね、斉藤先生の線形代数入門です。で、もう一つ、もう一派として、松下坊から出版されているですね、佐竹一郎先生の線形代数の本があります。ただですね、私はどうしても佐竹先生の本は私にとっては難しくて、こちらの斉藤先生の方が、まあ、わかりやすかったということで、こちらで勉強をしました。で、これが、まあ、微積と線形代数ですね。で、じゃあ集合とか位相とか、まあ、そういうものどういうもので勉強しましたかっていうと、私大学1年の時は、1年生の時にゼミ形式の、輪読形式の、講義がありました。で、その時に、私が参加していたそのゼミ形式の講義では、この位相入門と呼ばれる、というタイトルのですね、内田先生の本が指定されていまして、まあ、これで集合とかを勉強しましたね。で、まあ、非常にわかりやすく書かれていました。で、位相に、まあ、非常に興味を持って、で、私がその後読んだのは、森田先生の位相空間論という本があります。これもですね、もう私が持ってるものとは、これオンデマンドブックスとかなってますので、私はまた見た目が違うやつを読んでいましたが、岩波から出てるやつですね。これ非常にいい本で、私自身は、とても楽しかったです。これを読んでいたとき。で、位相についてはこれで勉強したという感じですね。もうこれ、もうそれこそ20年ぐらい前なので、あまり定かではないですが、確かですね、後期ぐらいから代数の勉強を始めたんだと思います。後期か冬ぐらいですかね。で、その頃に、一番最初にですね、まあ友人と買いに行ったのが、松下坊からこれも出版されている森田康夫先生の代数概論という本を買いました。これ、非常にいい本だと思うんですが、非常にコンパクトなんですが、かなりいろんなことがうまくまとめられている本だと思います。ただですね、これも非常に私にとっては難しすぎたわけですね。で、今ではですね、学生さんに聞くと、ゆきえ先生の本とか、桂先生の本とか、まあいろいろ、まあ他にももちろんいっぱいありますよね。あるので、まあそういうものから選んでもらえればいいと思いますけれども、私自身はですね、その代数概論よくわかんないって言ったときに、新妻先生と木村先生の軍艦隊入門というここの写真が貼ってある共立出版の本なんですけれども、これ非常にいいと私自身は思いました。もうほぼ行間がないぐらいに、丁寧に書かれています。ですから、最初ですね、まあ行間ぐらい自分で埋めろっていう人もいるかもしれませんが、なかなか最初、代数学系って難しいと思うんですよね。微積とかは高校からやっていたりするので、ある程度、いいかもしれないけども、代数系ってちょっと難しい気が私自身はしていて、で、まあそういう意味で一番最初はですね、これで本当に手取り足取り、まあ教えてもらうという形で軍艦隊入門を、お勧めします。はい。で、まあそれを読みつつですね、まあ森田康夫先生ので、まあ転送席とかなんか勉強してたっていうのを非常に覚えてます。それがですね、1年生の
後期の終わりぐらいですね、2月とかそのぐらいだったと思いますが、でそこでですね、転送路線がどうしてもわからないというふうになりました。で、そこでですね、当時、その1年の時の輪読の担当の先生のところにですね、まあ、質問をしに行きました。転送路線わかんないですけどって言うと、言ったらですね、これを読むといいよって言われて渡されたのが、まあ、加賀観論の本として有名な、いわゆる、秋幕という本を渡されました。そうですね。このイントロダクションというコミューテイティブアルジェブラっていう本です。で、現在では、新妻先生の役で、和書も出ていますが、まあ、当時私はこの、英語の本を渡されて、うん、読んできな、みたいな感じで渡された記憶があります。で、まあ、これ、知ってる人にはわかると思いますが、これ、テンソルでつまずいたと言って、これを読んでじゃあテンソルがわかるかというと、まあそもそもこちらは英語で書かれているし、まあ内容的にもまあ難しいので、まあそれなりに努力しなければいけない本だと思います。まあただ、結局この本を渡されたのが私の今の、進んでいった、その代数機械に進むというきっかけになった本だと思っています。だから、その、1年から2年にかけての春休みなんかは、この秋幕を読んでいましたね。で、2年生に入ってからも最初の本を読んでたと思います。で、同時にじゃないかもしれないけど、大学2年の時は、確かですね、これもこの辺、だからちょっと、定かではなくて、もしかして2年生じゃなくて3年生の時だったかもしれませんが、小平先生の複素解析を読んで、それが非常に面白かったという記憶があります。これも岩波ですね。で、これ私の思い出話をすると、当時友人と二人で山形県の方にですね、免許合宿に行って免許を取ると。で、まあ、2週間ぐらいかかるんですね。で、その間にこのずっと免許を取るための勉強をしたりとか、教習を受けてるわけではなくて、1日のうちで何時間もやっぱり自由時間があるので、そうするとですね、友達と、一緒に行った友達と2人でファミレスに行って、ずっとこの複素解析を読むということをしてた気がします。はい。で、それ以外で幾何ですとですね、これも有名な小林昭七先生の曲線と曲面の微分岐、これまあ非常に面白いと思います。で、あとは多様体とかで言うと、松島与三先生の多様体入門最初に買った気がしますが、それも途中まで読んで、でもやっぱり松本幸男先生の多様体の基礎という方がまあ分かりやすかったという、まあ、これも記憶がありますね。はい。たださっきも言った通り、これもしかしたら2年じゃなくて3年の時にやっていたかもしれません。で、ここで出てきたのは、だから今お話ししてるのは全て講義で使ってたやつと全く関係ありません。講義じゃなくて実質的にやっていたものですね。で、先ほども言いましたけれども、そのアティマクっていうのを読んだ後に、まあ代数機械の方にやっぱりなんかこう進んでいくようになってきました。で、その2年生の時に、1年生の時の輪読の講義でお世話になってた先生の研究室のセミナーが3年後期から配属なんですが、もう2年生の時に参加させてもらって、当時の4年生のセミナーに参加させてもらっていました。で、その時に読んだのがこの代数幾何学っていう、この狭間先生の本ですね。狭間文雄先生の、代数幾何学という本です。森北出版ですかね。で、これですね、私自身、だから代数の知識もちゃんとしてたわけじゃないけれども、これ自身はですね、非常によく書かれていて、代数の知識は、まあ、最初の7章ぐらいまではほとんど必要なかったと思います。途中でちょっと出てくるかもしれないけれども、基本的には線形代数の知識があれば読めるという本です。で、なんか、おそらく代数幾何に興味ある人とか、楕円曲線なんかにも興味あると思うんですけど、楕円曲線なんかについても書かれていて、だからそういうのが、線形代数だけで結構、いけてしまうという意味で、代数幾何ってどんなことやるんだろうなって興味あって、でも代数そんな知らないっていう場合は、これ、いいんじゃないかなと思います。最初に言った通り、皆さんぜひですね、自分で手に取ってもらってですね、これ以外の本もいい本いっぱいありますので、自分に合った本を見つけてもらいたいと思います。というわけで、今日の動画はここまでにしましょう。